桂文ラは落語家の名。結び頭はカツラフの縄文である。桂文ラは情報落語家。本名池田武蔵長名で大阪での明治生まれの最後の落語家。元は三遊亭新倉等と共に素人落語をやっていた。1918年とも言われる頃から、 師匠不明だが、縁和歌を名乗っていたという後に、桂文次郎の文化になり、文長に改名。1921年頃から、吉本の参加に名が見える。その時からすでにヘタリを務めていたようです戦後も、恵比寿バ師地区、戦日劇場、道頓堀格座などのヘタリをやっていた。戦後は、引退同然であったが、後の、情報落語四天皇などに、貴重な、 古いネタを伝承した。二代目、桂四ラ尺も、八五郎坊主をつけてもらっていると著書で語っている。好物は柿であったそうである。また、趣味は釣りであったらしい。小福亭松葉が入門後、講座名が松葉に決まったと文長に告げると、よかったでんな。うちのお師匠さんの名前出せと喜んだという。1976年に引退披露を行い、 翌年に亡くなった。古今東西話化新資料に、歌ネ門が四尺が稽古をつけてもらった時に録音したものが収録されている。他にも数点稽古のために録音したネタが残されている。動物園の登場人物の園長の池田は、この文章の本名に由来する。二代目、桂四尺、落語で四尺ま書房、ちくま文庫、1993年、戸田学部。 情報落語の戦後史岩波書店2014年 P349 ありがとうございます。